今日一日よろしくお願いします。お願いします。チース。ちゃんと挨拶しろよ。よろぽよ。敬語使えねえのか。皆さん早速ですが朝礼に参加してもらいます。はい、まずは体操から始めます。元気よくやりましょう。ちょっとまだメイク終わってない。先に終わらせてきて。飴舐めてる。2234。運動会じゃないですよ。駅員さん、アホたちがすいません。じゃあ時刻のセットを行います。時報に合わせてください。 iPhone でよくない？ダメですよ。なんで？充電が切れたら時間が分からなくなりますよね。モババあればよくない？モババ？モバイルバッテリー。他にも数字の見間違いがないようにアナログ時計を進めてるんです。ちゃんとしてきたぜ。本田圭佑か。日本とどこの国の時間だよ。日本と日本。じゃあ意味ねえだろ。せめて片方は別の国の時間にすんだよ。なら OK です。いいんですか？僕はこれでいきます。え？腹時計。無理だよ。今何時ですか？8時12分。正解。合ってんのかよ。それじゃあ早速改札業務を行ってもらいます。はい。改札には様々なお客様が来ますので柔軟な対応が必要です。早速クセ者が来ましたよ。うわ、笑顔で優しく話を聞いてあげてくださいね。こういうの私得意だから任せて。うぅー、なんだてめえ、撃ち殺すぞ。終わったー。なんだその態度は。お客様は神様だろ、舐めてんのか。申し訳ございません、研修中でして。ちゃんと教育しとけバカ誰が。申し訳ございません。ところで今電車は何分遅れだ。5分6分かな分。バカ野郎、おちょくったのか。許さんぞ。全員研修中でして、どうかお許しください。次こんな態度取ったら許さんから。はい、申し訳ございません。クソが。こっち悪くないのになんで謝るの。今のはこっちが悪いでしょ。でも電車の遅れは駅員さんのせいじゃねえよな。ですが正確にお客様を目的地に輸送するのが私たちの商品ですので、遅れてしまった場合は謝らないとなんです。そうなのか。あ、次のお客様ですよ。またまたクセ者ですよ。あ、どうされました。 IC カードはエラーになるんだけど見てくれる。何をちんたらしてるのよ、さっさとしなさい。では情報確認しますね。あ、お客様はどこから乗ってきました。三島からよ。ですと入場の記録がないのでここまでの分精算しますね。 JR の改札の反応が悪いのよ。手間取らせた分タダにしなさいよ。それはできかねますね。もう払えばいいので。払えば。ありがとうございます。理不尽な人ですね。ああいう口うるさいクレーマーも多くいます。あまり気にせず流すのも大事ですよ。なるほど。ホームで非常ボタンが使われたみたいです。皆さんホームへ。はい。痛いよー。やばい、子供が線路に落ちてるぞ。どうしたら。あ、じっとしてられるか。俺行ってくる。待ってください。え、慌てて線路へ助けに行くのは大変危険です。非常停止ボタンが押されたら周囲の電車は全て停車します。なので慌てず冷静な判断が大切です。でもお兄ちゃん、ホームの下の待避所まで来れるかな。うん、よし、もう大丈夫だ。郵送さん、もう問題ないですか。了解です。こう引き上げますよ。はい、せーの。みんなありがとう。よかった、怪我はない。ちょっとすりむいちゃった。駅で手当てするね。ありがとう。全員無事でよかったです。鉄道は安全がないと始まりません。常に安全第一の行動を心がけましょう。はい。じゃあお昼はみんなで立ち食いそばでも行きましょうか。おごってくれるの。ごちでーす。お前らな。もちろんごちそうするよ。あ、じゃあいただきます。このそばホームで流しそうめんみたいにしていい？ダメですよ。かき揚げ30ってこんなに多いのか。ただだからって頼みすぎだよ。僕そばアレルギーでした。先に言ってよ。駅員さん、ここのそば最高っすね。まともなのは君だけだね。みんな眠いと思うけど午後は緑の窓口をやってもらいます。はい。じゃあ早速お客様です。お願いします。げ、お前らちゃんとやっとるか。何しに来たの。何しに来たじゃないだろ、俺はお客さんだぞ。はい、どこ行くの。キー勝浦までだ。ちゃんと日本語話して。日本語だわ。キー勝浦まで。駅員さん助けて。キー勝浦は和歌山県の駅ですね。へえ。切符を作るにはまず日本の地理に詳しくないとダメですね。私地理なら得意だよ。じゃあ三重県の県庁所在地は。三重市。津市ですよ。惜しかった。惜しくもないですよ。こんな風に駅名を言われてすぐにどの場所にあるかわからないと切符を作ることはできません。ちゃんと聞いてんのかタクポよ。起きて。あ、目は終わった。そんな寝てないよ。じゃあ続きを。キー勝浦まで明日2人で指定席でお願いします。一緒に行く人いるんだ。うるさいな、黙って作れ。お席は窓側、下水道側どうされますか。下水道側ってなんだ、絶対嫌だわ。では下水道側で。窓側窓側、ちゃんと聞け。はい、できました。案外やるじゃねえか。
成田空港第2ビル番で100名様、下水道側でお取りしてまーす。全部ちげえわ。タクポヨさん交代で。はーい。次は俺がやる。ではお客様が来ました。お願いします。会津若松まで2人でお願いします。クスノキティーチャーデートっすか。ちょっとな。彼女いたんすか。今は関係ないだろ。切符作ってくれ。うっす。どうした。アイスランドでしたっけ。そう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 、銀河鉄道で出発進行って。おい、会津若松だよ。アップルランドまでっすね。そう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 、田舎のスーパーアップルランド。今日のおかずはどうしようって。おい、誰がわかんだよ。会津若松だよ。あいつ若松。そう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 、ずっと気になってたんだけど、あいつ若松って。おい、ふざけすぎだよ。早く切符作ってくれ。余裕っすよ。どうだ、できたか。お待たせしました。会津若松まで2名様1万9千っすね。じゃあこれでお預かりします。あ、もう帰っていいっすよ。切符もらってないわ。まだ窓口は早かったか。よし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 。確認しすぎだよ。リズム乗って叩くな。もうすぐ終電です。この時間は急いでる人が多いのでスピーディーさが求められます。え、終電なら帰んないと。いや、今日は駅に泊まってもらいますよ。駅員は基本泊まり勤務です。ちゃんと寝るとこもお風呂もあるので安心してください。だるぽよ。乗せろ乗せろ。早速来ましたよ。切符を買う時間がないのよ。早く乗せるのよ。あ、何ちんたらしとんのよ。でも切符を持ってないと乗れません。クソが、遅れたらどうしてくれるんだ。どうぞ行っちゃってください。え、クソが。あの人切符持ってないんですよ。いいんですか。時には臨機応変な対応も必要です。降りる駅でちゃんと精算してもらえば問題ないので。そうなんですね。あれで終電に乗り遅れて高校で朝まで揉める方がよっぽど大変なのでね。なるほど。よし、終電行きましたね。よっしゃ、寝れる。あ、もう電車ないっすよ。あんたらがちんたらしてるから乗り遅れたじゃない。は？自分でギリギリまで飲んでて遅れたんだろ。なんですって。あんたらのせいよ。ホテル代がタクシー代出しなさいよ。出すわけねえだろ。チュー。お客様落ち着いてください。この若造じゃ話になんないわ。早くホテル代がタクシー代を出しなさい。それはできません。こちらの遅れやミスで間に合わなかったわけじゃないですよね。この駅の作りが悪いのよ。階段が多すぎるわ。それはみんなそうです。間に合った方もいるのでね。チュー。これ以上ここに座るようですと鉄道警察呼びますよ。帰るわ帰る。うるせえババっすね。じゃあおやすみ。ちょっと待ってください。え、終電を見送った後は締め切り作業がありますよ。何それ。改札や窓口の電源を切ったり、切符の回収や売上の計算、掃除をしたりしますよ。明日やればよくない。ダメです、寝る前にやりますよ。だるぽよ。じゃあタクポヨさんは売上の締め切り作業。チース。イガラシさんは電源を切る作業。うっす。ムネオさん、西川さんで掃除をお願いします。はい。わーい、わーい。ちょっと何してるんですか。私たちが今日稼いだお金でしょ。パッと打ち上げしよう。これは会社のお金なので使いませんよ。え、そうなの。こんなに散らかして数が合わなかったら明日居残りですよ。え、無理ぽよ。まったく。え、電源切りました。ブレーカーごとじゃない。え、一個一個切るんですよ。こっちの方が早くないっすか。そういう問題じゃないんです。早くつけてください。うーい。え、キーさん、どうしました。券売機の近くでケッケッケロケッケッケロケロチューしてる人がいました。ゲロチュー。いや、ただのゲロです。追い出してくれ。ラジャ。では各々お風呂に入って就寝してください。やっとだ。お昼の12時ぐらいに起きたらいい。4時半です。は、朝の。もちろんです。無理。始発電車から対応しないとですからね。なんならオールで桃鉄しよう。明日死ぬぞ。俺サウナ入ってくる。さすがにないでしょ。え、ないの。ないです。寝ような。皆さん起きられましたか。はい。迷惑かねえ。あれ、ムネオさんは。あいつまさか。ムネオ、起きろ。ああ、1分遅れてるぞ。すみません。ムネオさん、え、たった1分の遅れですが立派な事故扱いとなります。事故。無遅刻継続日数というのが駅にはあります。今日まで1200日続いていましたが今日からまたゼロからスタートです。ごめんなさい。
一人一人の意識が安全な日々を作っているんです。遅刻も許されませんよ。反省します。うん。ではこれからシャッターを開けます。今か今かと待ってる方もいますからね。くそが、チューン。朝早すぎでしょ、暇なの。シャッター蹴り壊せばいいっすか。ダメだろ、明日からどうすんだよ。あ、殴る方がいい。蹴りがダメってことじゃねえわ、壊しちゃダメなんだよ。寝坊引きずってんな。鍵忘れちゃったんで蹴り壊しましょう。いいの。ありゃー、すごい。朝は慣れてる方が多いのでスムーズです。ハプニングがないことを祈るばかりです。おはぽよー。おぞーす。ご乗車ありがとうございま す。皆さん、電車が満員で入りきらないみたいです。押しに行きましょう。はい、中ほどまで連れてください。おりゃ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 。おー、あー、皆さんお疲れ様でした。以上で全ての業務が終了です。疲れた、終わった。大変なこともあったかと思いますが、よく頑張りましたね。こんな疲れること毎日やってんの？そうですよ。毎日違った一日になるのでワクワクですよ。マジ尊敬。こんなこと毎日してたらストレスで死にそうっすわ。確かにクレームを言われたり気遣いをしたりとストレスは多いかもしれません。ですが、人助けをした時や子供が手を振ってくれた時など、喜んでくれる、感謝してくれるお客様もたくさんいます。そうっすね。お客様を安全に正確に目的地に届け、快適な旅のお手伝いをする、とてもやりがいのある仕事ですよ。うん。何よりも鉄道はチームで動いています。一人で悩まず仲間と支え合っていけば長い一日も乗り越えられますよ。はい。それじゃあみんな、明日も来てくれるかな。無理。一緒に働いてくれる仲間お待ちしておりますよ。